私がパートに出始めてから難癖をつけては義実家のラーメン屋に一人で夕食を食べに行くようになった陽平。私は様子を見に行った。ところがドアの前にいる私に気づかない陽平と義両親のとんでもない会話を耳にしてしまう。まったく涼子さんったら同時なくせに生意気にパートなんか出てこんな時間まで仕事？何もできんくせに夫までほったらかしとはけしからんやつだ。いっそのこと帰ってこなきゃいいのよ。義両親の言葉に陽平がある女性の名前を口にする。いやほんとマジでそう思うよ。俺しっかり者のレミちゃんと再婚したいのにな。もうあんな嫁一生帰ってこなくていいのに。レミとは誰のことなんだろう。かすかに若い女性の声で、やだ陽平ったらという声も聞こえた気がする。私はそっとその場を去り、自分と元気の分だけ荷物をまとめ黙って家を出た。行き先は私の実家。そして父に相談した上で、私を裏切り若い女性と一緒になろうとしている陽平への仕返しを実行することにしたのだ。私は涼子、結婚して16年になる40歳の専業主婦だ。大学を卒業して一度は就職したが、入社1年目の時に父から取引先の男性を紹介されて結婚した。一人娘の私だが、我が家は特に跡取りといったことにこだわりがない。母は私が高校の頃に他界したので、父を一人にできないという気持ちもあった。だが父は私には結婚したら自立してほしいという願いを持っている。生前の母から教わって料理なら何でもできる私だから、父の願いを叶えるためにも結婚したらいい奥さんになろうと張り切っていた。3歳年上の夫陽平は実家がラーメン屋、店は義両親が営んでいて、こちらも陽平に後を継がせる気はないようだ。だからこれからは陽平と2人幸せな家庭を築いていきたいと思っている。そんな夢のような新婚生活がスタートしたかに思えたが、ある日義母から電話がかかってきた。涼子さん、悪いんだけど明日から店を手伝ってくれないかしら。え、明日からですか？そう、急にパートさんが辞めちゃって大変なのよ。あなた専業主婦なんだから時間あるでしょ。突然のことにためらうも、義母が言い放った言葉には嫌な気分になった。確かに手伝いに行く時間がないこともないが、まるで私を暇人のように言う義母。断ろうかと思っていたけれど、たまたま後ろで通話を聞いていた陽平がこう言う。手伝いに行ったらどうなんだよ。どうせ俺は平日には毎日残業で遅くなるんだから、涼子だって家に一人でいても退屈だろ。親子揃って主婦を何だと思っているのだろう。しかしこれで手伝いに行かなければ角が立ちそうだ。煮え切らない気持ちはあるものの、明日から義実家を手伝うことにした。とはいえ昼間のラーメン屋はとにかく忙しい。義両親と私の3人だというのに出前まで受けるのだから。義父が出前に行っている間は義母が調理に入り、私が主に接客や洗い物などをする。いつも仕事が終わる頃にはクタクタだ。それなのに義両親は慣れているせいか涼しげな顔をして見下すように私を見る。涼子さん、これくらいでへたばるなんてまだ若いのにほんとダメね。まあ今の若い者はみんなこんなもんだろう。何もかも親任せで甘やかされて育ってきただろうから。二人の嫌味な言葉を聞くと余計に疲れが増しそうだ。手伝ってあげたお礼を言ってほしいとまでは言わない。でもせめて少しくらいはねぎらいの言葉があってもいいのではないだろうか。私には家に帰ってもまだ家事が残っている。夕食の準備はしてくるものの、陽平に食事を出して洗い物をするともう動けなくなるほど疲れがピークに達してきた。
だがどうもおかしい。確かに以前よりも疲れやすくなった気がする。やはり慣れない仕事のせいだろうか。月曜日は店の定休日で休めるものの、そんな時には日頃は手の届かないところの掃除、天気が良ければ布団を干したり庭の草むしりをしたり、結婚したばかりだから家事の手を抜きたくないと時間の許す限り働き続けた。今までならこれくらい体を動かしても平気なはずだったのに、やはりなんだかめまいがする。それからさらに1ヶ月が経った頃、いつものように義実家の店の手伝いをしていると、なんだかふらついて意識が朦朧としてくるのを感じた。しかし店はちょうど忙しい時間帯、義両親ともバタバタと働いているため、体調が悪いなんてとても言えるような状態ではない。その間も私はオーダーを通し間違えたり、レジでお釣りを払い間違えたり、最後にはふらついた弾みで運んでいたラーメンをひっくり返してしまう始末。とにかく今日は何かとミスが続いた。仕事が終わると義両親とも呆れ顔で私にこう言う。どうして今日はミスばっかりするの？そんなとろい嫁にはもう来てほしくないわ。そうだな、客の前でお盆ごとひっくり返しやがって。こんな奴にいてもらったんじゃ客足が遠のいちまう。すみませんでした。私は義両親に謝ったが、二人の声すら耳に入らないほどまだ意識が朦朧とする。やはりどんなに忙しくても体調が悪いとはっきり言った方が良かったのだろうか。それにしても何もあそこまで言うことはないのに、そう思いながら家路に着いたのだった。一晩ゆっくり休んだものの、翌朝になっても体調が良くならない。傭兵は今日早朝会議で早めに家を出てしまった。仕方がないので内科を受診しようと一人で近くの診療所へ向かった。すると妊娠3ヶ月だと分かったのだ。ここ最近の体調不良はどうやらつわりだったらしい。そういえばこのところ食欲もなかったというか、食べ物の匂いに嫌悪感を抱いていた気がする。仕事が忙しかったためにそれに気づいていなかったのだ。その夜、傭兵に妊娠のことを伝えると嬉しそうな顔でこう言った。そうか、そりゃあよかった。まあ涼子はうちのラーメン屋をクビになったことだし、家でゆっくり子育てしててくれたらいいよ。喜んでくれるのはいいが、店をクビになったという言い方はどうも引っかかる。とはいえ私は最初から結婚したら家事と子育てに専念したかったので、波風を立てないために何も言い返さなかった。今度こそは理想の結婚生活に戻れそうだ。そして私は男の子を出産し、元気と名付けた。傭兵は生まれた子供のためにも今まで以上に頑張ると言って、さらに残業を増やした。本当は元気が小さいうちには少しでも育児に協力してほしいが、家族のために頑張ってくれる夫に文句は言えない。ワンオペ育児にはなるものの、私は元気のためにも一人で頑張っていこうと思った。ところが玉の定休日に顔を見せに来る義両親、可愛い孫の顔を見に来たい気持ちはわかるが、来るたびに嫌味なことを言う。涼子さんはいいわね、会社員の奥さんだから育児だけしてたらいいんだもん。私なんか傭兵が赤ちゃんの頃にはおんぶして店に入っていたから大変だったのよ。傭兵が有能で涼子さんも幸せなもんだ。これも俺たち二人が必死に働いていい大学に行かせてやったおかげだな。店も継がせなかったし、だから涼子さんも俺たちに少しは感謝しないとな。いちいち角が立つような言い方をする義両親だが、どれも否定できないのがつらい。私はただそうですねと相槌を打つしかなかった。ほとんど毎週月曜日に押しかけてくるので、楽しいはずの結婚生活も台無しだ。元気も物心がついてくると
私に嫌味を言う義両親の訪問に嫌な顔を見せるようになった。だから小学校に入学してから元気は毎週月曜日に習い事をしたいと言い出した。確かにそうすれば義両親の訪問もなくなるだろう。そして元気を週一度のスイミングスクールに通わせることに。最初のうちはそれで義両親の訪問から免れたのだが、どこから聞きつけたのか岐阜から私のスマホに電話がかかってきた。最近元気が学校から帰ってくる時間に行っても留守だからどうしたのかと思っていたら水泳を始めたようだな。それなら俺が送り迎えをするから、涼子さんはその間に家事でもしてろ。そしたら少しでも助かるだろう。思わずため息が出そうになる。ありがた迷惑とはまさにこういうこと。無駄だとは思うが、元気のためにも一応断ってみる。いえ、そんな。お父さんもたまの休みなんですから、ゆっくりした方がいいんじゃないですか。子供の習い事は親同士の付き合いもありますので、送り迎えは私がします。と伝えてはみたものの、送り迎えをする気満々の岐阜には通用しない。ああ、親同士の付き合いなら心配するな。同じスイミングスクールに子供を通わせている母親が、うちの店の常連さんなんだ。だから涼子さんよりも俺たち夫婦の方が他の親御さんとも親しくできるぞ。忘れていた。義両親は商売柄、この地域では顔が広く、どこに行っても知り合いがいるということを。スイミングスクールの曜日を変更しようかとも考えたが、そうするとまた月曜日に我が家へ押しかけ、なぜ曜日を変えたのかと問い詰められるだろう。仕方がないので元気に岐阜が送り迎えをすることを伝えた。不服そうな顔をする元気だが、私に似て義両親の顔色をうかがうところがある。そのためきちんと言って聞かせると、なんとか承知してくれたのだ。それからしばらくの間は特に何事もなく平穏な日々が続いた。そして結婚して16年の歳月が流れ、元気ももうすぐ中学3年になる。私立高校に行きたいという元気のために、私もそろそろ働きに出ようかと思っている。それを傭兵に相談するとこのように答えたのだ。それならうちのラーメン屋を手伝ったらどうだ。親父たちももう年だし、今は若いアルバイトが一人いるだけみたいだから。え、でも。私は相変わらず義両親が苦手だった。ここ何年かはあまり我が家に来ることはなくなったものの、お盆や正月に会った時にはやはり暇な主婦だと罵られていたからだ。そんな気持ちを察したのか、陽平はさらにこう言った。涼子がうちの両親を苦手としてるのは分かってるよ。でもいつまで経ってもそのままじゃまずいだろう。いずれは親の面倒をうちで見なきゃならない時が来るんだから。まあ、そうかもしれないわね。先のことを考えると、正直言ってゾッとするが、それも仕方のないことだ。私はとりあえず言われた通り、義実家を訪れて、また手伝わせてもらえるよう頼んでみた。ところが、義両親はしかめっ面をするばかり。はあ？誰もあんたに手伝ってくれなんて頼んだ覚えはないわよ。ああ、うちには若くてしっかりとしたアルバイト従業員がいるから、もう手伝いは必要ない。分かったらさっさと帰ってくれ。ここに来ると相変わらずひどい仕打ちを受ける。もともと本気で手伝いたいとは思っていなかったので、はい、わかりましたと一言だけ言い残すと、すぐにその場を後にした。家に戻り、傭兵にもそのことを伝えると、いとも当たり前のような顔をしてこう言う。やっぱりそうだったのか。やっぱりって、それどういうこと？え？ああ、いや、別に。どうも様子が変だ。傭兵は私に何か隠しているのではないだろうか。気にはなったが、どうせ大したことではないと思い、私は翌日から他のパートを探し始めた。そして、
運よく近所のお弁当屋さんで求人を見つけ、即採用となったのだ。ところが、いざ勤め始めてみると、その店で働いている従業員のほとんどは、小さなお子さんや介護が必要な高齢者が家にいる人ばかり。何かあっては急に休みを取られ、その度に時間に融通の利く私が代理を頼まれる。私自身も子育てを経験しているし、母が祖母の介護をしていたこともあり、気持ちがわかるからこそ、頼まれると嫌な顔はできない。仕方なくいろんな人の代理で入るうちに、家のことがおろそかになっていく。最悪なのは土日の出勤だ。家に帰ると休みで家にいる傭兵にいつも睨まれる。たかがパートなのに家事と両立もできないのか。ごめんなさい、いつも遅くなってしまって。すぐに食事の支度始めるから。もうええよ、傭兵は塾に行ってるし、俺だけなら適当でいいってことだろ。それなら俺は実家のラーメンでも食ってくるから、一人でのんびりしてればいいさ。そのまま立ち上がったかと思うと、すぐに家を出て行ってしまう。毎週休みのたびにいつもそうだ。最初のうちはパート先のお弁当を持って帰っていたのだが、それもすぐに食べ飽きたと言って受け入れてもらえない。一人になった私はもう作るのも面倒になり、お茶漬けと冷凍食品のおかずで夕食を済ませてしまう。それでもまだ帰った自分に、傭兵が家にいるうちは良かった。こんな状態で数ヶ月経った頃には、土日にパートから戻ると、傭兵はすでに家にいないのだ。どうせまたラーメン屋にいるだろうと思い、ちょっと顔を出そうとして、義実家に向かった。店の前まで来たが、午後6時だというのに、まだ準備中の札が上がっている。ドアに近づくと、中からは傭兵と義両親の声が聞こえてきた。まったく、涼子さんったらドジなくせに生意気にパートなんか出て、こんな時間まで仕事？何もできんくせに、夫までほったらかしとはけしからんやつだ。いっそのこと帰ってこなきゃいいのよ。私の悪口を言いながら笑い合っている三人。いや、若い女性の笑い声も混ざっているような。すると傭兵がとんでもないことを言い出したのだ。いや、ほんとマジでそう思うよ。俺しっかり者のレミちゃんと再婚したいのにな。もうあんな嫁一生帰ってこなくていいのに。ほんとにね、私もレミちゃんが嫁なら嬉しいわ。レミとは誰のことだろう。かすかに若い女性の声で、やだ傭兵ったらという声も聞こえた気がする。傭兵のことを慣れ慣れしく呼び捨てで呼んでいる。義両親も公認の仲なのだろうか。そういえば義父が若くてしっかりしたアルバイト従業員がいると言っていたが、レミのことなのかもしれない。それで傭兵もよく義実家に来ていたのか。私はドアの隙間からそっと中の様子を覗いてみた。二人で笑い合っている傭兵とレミ。見るからに仲睦まじい関係のようだ。中に入って真相を確かめたいと思ったが、私が入っていったところで、ただ疎外感を感じるだけだと思う。いたたまれなくなった私は、そっとその場から離れるしかなかった。義実家を後にして家に戻ろうとした、その時だ。母さん。そう呼ばれて振り向いてみると、後ろにいたのは元気だった。どうしたの、元気。塾とは全く逆方向なのに。うん。家の前まで帰ってきてたんだけど、母さんがなんだか暗い顔しながら出てきたから、後をつけてきたんだ。そんなに暗い表情で家を出ていたのか。なんだかみっともない気もしたが、今はそんなことを言っている場合ではない。さっきの話が元気の耳にも入ったのか心配だ。確認したいが、どうやって話を切り出そうか悩んでいると、元気の方から先に口を開いた。それより母さん、大丈夫？
さっき父さんたちが話していた内容、俺もちょっと離れたところから聞いていたんだけど。やはり耳に入ってしまったのか。父親が若い女性と仲が良くて、それも再婚したいだなんて、息子には聞かせたくない話だった。元気こそ。ごめんなさいね。母さんのせいで変な話を聞かせてしまって。いや、俺なら大丈夫だよ。父さんたちのことは全部知ってたからね。元気の言葉に私は唖然とした。そして元気はなぜ傭兵とレミの仲を知っているのか、詳しく話してくれたのだ。聞けば元気が夏休みの間、私が土日の昼間パートに出ているうちに、傭兵が我が家に義両親とレミを連れてきていたという。店が休憩時間の間だけのようだが、昼間から人数分のお寿司を注文していたらしい。ラーメン屋なのだから店のまかないでも食べていればいいのに、どうしてわざわざうちでお寿司なんか取るのだろう。元気が言うには、どうやら義両親が傭兵とレミを再婚させようとレミに必死でサービスをしていたようだ。そしてどうやって私と離婚させようかなど相談もしていたとのこと。息子もいる前でそんな話し合いをしていたなんて、あまりにも非常識な家族に、私は眉間にシワを寄せながら深くため息をついた。さらに傭兵たちは元気に、このことは母さんには黙っておくようにと釘を刺していたという。でもさ、母さんの耳にも入ってしまったんだから、もう父さんたちに気を使う必要もないよな。言っておくけど、俺は母さんの味方だから。そう言ってくれるだけでも心が救われる。だがとにかく傭兵のことを黙って見逃すわけにはいかない。私は一度家に帰って、速やかに自分と元気の荷物をまとめて家を出た。行き先は私の実家。まずは今日のことを父に話してみようと思う。私と別れて若い女性と一緒になりたがっている傭兵は肝心なことを忘れているようだ。それも含めて父とよく相談してみた。父は私の話を真剣に聞いてくれた上で、ある提案をしてくれたのだ。まずはそのバイトの女が傭兵君とどのような関係なのか詳しく調べる必要があるな。その結果によって涼子がもし別れたいというのなら、父さんにいい考えがある。そのいい考えについて詳しく説明してもらうと、やはり父も傭兵が忘れていることにしっかりと制裁を与えるつもりのようだ。これなら私を裏切り若い女性と一緒になろうとしている傭兵への仕返しができる。そうと決まれば早速実行開始だ。まずは傭兵とレミが実際にどのような関係なのか調べるため、更新所に依頼し、証拠集めを始めた。それにしても、元気を連れて何も言わずに黙って家を出たのだから、傭兵は今頃驚いていることだろう。案の定、夜中になってから、私のスマホに傭兵からメッセージが途切れなく続いた。先に着信もあったが、無視していたからだ。メッセージにもずっと既読無視をしていると、無視しやがってもういいと届いたきり、しばらくは何も連絡がなかった。それから10日間ほどは本当に何の音沙汰もない。どうせ私がいなくなったのをいいことにレミを家に連れ込んでよろしくやっているのだろう。更新所に調べてもらった結果、二人の関係が完全な浮気だと判明したのだから。ところが10日経った日のこと、また傭兵から鬼電のごとく何度も着信が入った。これ以上無視をしてもしつこくかかってくるだろうと思い、私はしぶしぶ電話に出てみる。すると傭兵はいきなり怒鳴りつけてきた。お前今どこにいるんだ。10日間もうちのことをほったらかしにしやがって。早く帰ってきてたまった洗濯とか掃除をしろ。何を言うのかと思いきや、ただ家事の催促をしてくるとは。私のことはいいとして、元気を連れて10日間もいなくなっているというのに、息子が心配ではないのだろうか。
私は呆れてしまい、こう言い返した。掃除や洗濯くらい、あなたの好きなレミにやってもらえばいいんじゃないの？どうせ一緒にいるんでしょ？は？いきなり何を言い出すんだ？第一、涼子がなんでレミのことを知って？傭兵はそう言いかけて、慌てて口ごもった。それからは何も言い返そうとしない。おそらくレミのことがバレたと思い、うろたえているのだろう。まあいいわ。掃除くらいはしに帰ってあげる。一度家に戻って、いろいろと手続きしなきゃならないこともあるしね。え？手続きってなんだ？それは帰ってからのお楽しみ。私はそれだけ伝えると、傭兵が、おいちょっと、というのも無視して、すぐに電話を切った。そして翌日、父と元気も一緒に、三人で久しぶりに我が家へ帰った。玄関を開けると、傭兵が暗い顔でぼーっと立っている。だが、私の後ろから父が入ってきたのを見て、驚きの表情に変わった。なんで、お父さんが一緒なんだ？なんでって、この家はお父さんの名義で建てたじゃない。だから処分する手続きをするために来てもらったのよ。処分って。傭兵は詳しいことを聞きたがっているが、無視をして家の中へ入っていく。だが、中の様子を見た途端、思わず息を呑んだ。私の予想では、レミが家に上がり込んで、多少は掃除くらいしてくれているものだと思っていた。だが、意外にも家に入ると、もう何日も掃除をしていない状態で、物があちこちに散乱している。洗濯機の周りには溜まった洗濯物の山。なあ、お前は俺が浮気していると思ってたみたいだけど、女っ気なんてどこにもないだろう。どうだと言わんばかりに言う傭兵。やはり、私がいつ戻ってくるかもしれないと思い、自宅にはレミを呼ばなかったということか。傭兵も浮気の証拠をつかませないように、ちゃんと考えていたようだ。だが、それはもう手遅れだということに、傭兵はまだ気づいていない。私はすでに浮気の証拠をつかんでいるのだから。そこに運悪く、招かれざる客が訪れた。ガラッと玄関のドアが開く音がする。傭兵、どうせまだあの嫁は戻ってこないんでしょ？レミさんと一緒に掃除しに来てあげたわよ。ああ、なんなら今日からレミちゃんがうちの嫁だ。今さらあんな古女房が帰ってきても追い返してやれ。義両親の大きな声に傭兵は大口を開けたまま、気まずい表情で一気に息を吸い込んだ。そのまま顔面蒼白になり、へたり込んでしまった傭兵の代わりに、私は玄関に向かいドアを開けた。はーい、古女房の嫁ですが。涼子さんじゃないの。今さら何をのこのこと戻ってきてるのよ。義両親、そして横にいるレミも驚きの表情を見せている。そして私の後ろから傭兵もしぶしぶ顔を出してきた。母さん、余計なとこに来るんじゃないよ。まったくタイミングが悪いんだから。せっかく私に証拠隠滅しようとしたのが台無しになり、愕然とした様子の傭兵。そんな事情を察していないのか、義両親は構わずに言いたいことを言う。何がタイミング悪いもんですか。ちょうどいいから、急に孫を連れて夜逃げなんかする嫁には、もうはっきりと離婚を言い渡せばいいのよ。その通りだ。傭兵はレミちゃんと一緒になればいいんだからな。義父はそう言いながら、レミの肩をポンと叩く。そこに父も顔を出すと、途端に父とレミが顔を見合わせ、あっと驚いている。だが次の瞬間、父はにやりと笑みを浮かべ、レミにこう話しかけた。なんだ、傭兵くんの浮気相手っていうのは君だったのか。久しぶりだな、田島くん。社長。この二人のリアクションに周りは騒然となる。しかし私は思わず吹き出しそうになるのを必死でこらえていた。
そんな私に気づいた傭兵が顔をしかめながらこちらを見る。涼子、何がおかしいんだ。だって私全部知っていたんだもん。更新所でレミの素性を全て調べてもらったから。ちょうどいい機会だから、ここで全部話させてもらうわね。そして私は更新所で調べてもらったレミの素性について話した。レミは短大を卒業して父の会社に入社したが、半年で退社している。その理由は男癖の悪さだと言えるだろう。以前に父からこんな話を聞いたこともある。入社したての若い女性社員に何度もアプローチを仕掛けられたと。だが堅実で曲がったことを嫌う父は、上司である自分との関係をせがんでくる彼女にけしからんと腹を立て首にしたのだ。その女性社員というのがレミだと更新所の調べで分かった。会社を首になってからのレミはアルバイトを転々としている。しかしそれだけでは生活がやっていけないと思っていたのか、お金のありそうな中年男性を見ては片っ端からアプローチを仕掛けていたらしい。おそらく傭兵もその一人だろうと思っていた。ところが最初に迫ったのは傭兵ではなく、なんと岐阜だったのだ。義実家のラーメン屋は一時期行列のできる店として地元でも評判だった。それでレミはその店にアルバイトとして入り、さらに義母の目を盗んでは岐阜に迫り、小遣いをせがんでいたのだ。そこまで話すと義母の顔が急に真っ赤になった。ちょっと、それは本当なの？そういえばレミさんが入ってからあなた店が終わると時々外泊してたわよね。まさか浮気してたなんて。いや誤解だ。俺はただレミちゃんに寂しいから一緒にいてくれって言われて、そのつい。慌てて弁解しようとした義父だが、かえって墓穴を掘るような言い訳に義母の怒りは頂点に達した。やっぱり浮気してたのね。堅物なあなたが軽々しくレミちゃんなんて呼んでるからおかしいと思ったのよ。義母はそのまま義父につかみかかり、あとはもう歯止めが効かない状態に。しかし私はそのまま義両親のことは放っておいて先ほどの話を続けた。レミが義父に迫り続けていた頃、傭兵は義実家にラーメンを食べに行くようになった。これは私の推測だが、その時に傭兵がレミに好意を持ち始めたのだろう。私がそれを言うと傭兵は目をそらすようにうつむいた。やはり図星のようだ。だから傭兵はしっかり者のアルバイトがいるから私はいらないと義父に言われたと話した時、やはりそうかと感じたに違いない。その後私がパートで帰りが遅くなり始めたのをいいことに、傭兵は頻繁にラーメン屋を訪れるようになった。そして傭兵が稼ぎのいい会社員だと知り、岐阜から傭兵に乗り換えたレミ。それから二人が付き合い始めたことも更新所の調査で明らかになった。私は机の上に更新所が撮影してくれた写真を並べる。どれも傭兵とレミが腕を組んでホテルから出入りしているもの。それ以外にも二人が仲睦まじく寄り添っている写真が何枚もある。ついでにレミがラーメン屋の裏で岐阜の腕を組んで何やらおねだりしているような写真も一緒に見せた。どうやら傭兵と付き合い始めてからも多少は岐阜にも色目を使っていたようだ。傭兵は岐阜とレミの写真を見てしかめっ面をしている。いい年をして何を考えているんだと言いたげな目をして、それに対して気まずそうに目をそらす岐阜に私は真相を確かめた。お父さんがレミを息子の嫁にしたいというのは、とにかく自分の手元に置いておきたいからなんですよね。まあな。岐阜の反応に義母は情けないといった表情でうなだれる。まあ長年連れ添ってきた夫婦なのだから、この程度のことならそのうちほとぼりが冷めるだろう。そう思った私は傭兵の方を見て、きっぱりとケリをつけるためにこう述べた。
とにかく私とまだ離婚をしていないうちからこれだけ傭兵が浮気をしている証拠があるんです。だから離婚するならちゃんと浮気の慰謝料を払ってもらいますよ。私の言葉に傭兵は静かにうなずいた。仕方ないな。まあそれで離婚してレミと再婚できるなら慰謝料くらいはなんとかするよ。はあ、浮気の慰謝料は結構な金額だと聞いたが大丈夫なのか。お宅の会社が今後どうなるのかもしれないというのに。え、それはどういうことなんですか。傭兵の驚く表情を見て父と私は顔を見合わせながらにやりと笑う。さあここからは父の出番だ。父は先ほどまでの表情とは一変、急に仕事モードの顔になり、傭兵にあることを伝えた。忘れたのか、君が働いている会社の一番の取引先がうちの会社だということを。そして娘を君に紹介して結婚させたのも仕事での取引があったからなんだが。ああ、まさかお父さん、いえ、社長。そうよ、私と離婚するなら父はあなたの会社との取引を停止すると言っているの。傭兵の顔がすっかり青ざめてしまった。無理もない。傭兵の会社にとって父の会社との取引がなくなるのはかなりの大打撃だ。現在は副社長となった傭兵、今後どうなってしまうのか想像しただけでもゾッとするだろう。すると傭兵はその場でひざまずいて土下座を始めた。申し訳ありません社長、レミとは別れますし深く反省しています。もちろん今後は一切浮気なんかしませんので、どうか離婚の件はなかったことにしてもらえないでしょうか。おいおい、浮気のことなら謝る相手が違うだろう。父は呆れた顔でそう言い返す。傭兵はおそらく反省なんかしていないだろう。ただ自分の会社を守るため頭を下げたに違いない。そもそも私たち夫婦の関係がこの先修復するはずはないのだから。そこに大人の話には首を突っ込んではいけないと言って奥に下がっていた元気が顔を出した。父さん、もうやめろよ。どんなに頭を下げたって母さんが許すわけないんだから。俺も母さんについていくよ。元気。息子にまで見放されたと感じた傭兵はショックのあまり顔がさらに真っ青になる。しかしそれだけではない。それまで黙っていたレミも先ほどから怪訝な表情で傭兵を見ていた。傭兵、さっき言ったことは本当なの？私と別れるって、ずっと一緒にいようって言ってくれてたのに嘘つき。レミはそう言うと泣きながら出て行ってしまった。傭兵がちょっと待ってくれよと叫んだのも聞かずに、彼女から浮気の慰謝料を取ろうと思っていたが深く傷ついたようなのでなんだか心苦しい。傭兵はその場でボロボロと涙を流している。しかし同情の余地はないと思い、気にせず父に立ち会ってもらいながら離婚話を進めた。そして後日離婚届を用意してサインをすることに傭兵や義両親にも合意してもらえたのだ。まさに父が提案してくれた通りにことが運んだ。一旦実家に戻る私と元気、帰り道で父にお礼を言った。お父さん本当にありがとう。これで傭兵や義両親とはきっぱりと縁が切れそうだわ。まあそれはよかったが、お前も人が悪いぞ。田島君のことを知ってて父さんにも隠していただなんて。ごめんねお父さん。傭兵の浮気相手があの迫ってきた女子社員だって話したらお父さん会いたくないって言うんじゃないかと思ったの。私の言葉が図星だったのか、父はうーんまあなと言いたげな顔でしかめっ面をする。堅物な父にとっては黒歴史だったのだから仕方がない。とにかく父のおかげで全て解決できたのだ。本当に父には感謝したいと思う。
そして無事に離婚が成立し、慰謝料を払ってくれた傭兵は約束通り家を出て行った。てっきり自分の実家に帰ったかと思ったが、そうではなかったようだ。実は最近、元義実家の前を通りかかるとラーメン屋に閉店の文字が掲げられていた。たまたま通りかかった常連さんに聞いてみたところ、義両親は夫婦仲がすっかり悪くなってしまい、それが店の売り上げにも影響したそうだ。味の良さも評判だったのだが、何よりも仲の良い夫婦が楽しく接客していたことで客の入りが良かったのだ。その自慢の味も岐阜がカリカリしているせいか、すっかり落ちてしまったらしい。そして店は赤字続きとなり、閉店を余儀なくされたという。よく見ると義実家そのものが空き家になっている。元義両親はどこに行ってしまったのだろうと思っていると、元義母から私のスマホに着信があり、出てみると元義母は泣きそうな声で現状を語ったのだ。元義両親は仕事をなくしてから一人暮らしをしている傭兵のところに身を寄せようとした。ところが父の会社との取引がなくなった傭兵の会社も経営が成り立たずに倒産してしまったのだという。それで私からもう一度父に傭兵の会社を何とかしてもらえないかお願いしてほしいとのこと。しかしいくら父でも倒産してしまった会社についてはどうすることもできない。私がそう伝えると元義母はさらに大きな泣き声でこう叫んだ。そんな、私たち今は古くて狭いアパートに4人で身を寄せ合っているっていうのに、この先どうやって生きていけばいいのよ。4人？もう一人は誰なんですか？レミさんよ。あの人ったら一度いなくなったと思ってたのに、バイトが見つからずに住むところも追い出されたからってまた傭兵のところに押しかけてきたの。やはりルイは友を呼ぶとでも言うのだろうか。私は笑いが止まらなくなった。正直まだレミから浮気の慰謝料を請求しようか迷っていたが、やはり請求はしないことにした。レミはもう落ちるところまで落ちたのだから、これ以上の制裁を加える必要もないだろう。まあ大の大人が4人も集まったのなら、ご自分たちで何とかされたらどうですか。それじゃあ私忙しいのでこの辺で。そんな、ちょっと待ちなさいよ。まだおえつを上げながら訴えてくる元義母。しかしこれ以上は関わりたくないと思ったので、そそくさと電話を切った。そして元義両親や傭兵の電話番号、さらにその他の連絡先をすべて着信拒否したのだ。だからこの先あの家族がどうなってしまうのかは私の耳に入ってくることもないだろう。私はその後元気と2人で暮らしている。傭兵と暮らしていた家を売却して新しいマンションに引っ越したので、もう傭兵や義両親に押しかけられる心配もない。元気は無事志望校に合格した。母子家庭となったものの、今は私立高校も授業料実質無償化の制度が利用できる。それに私もずっと弁当屋でのパートを続けていて、相変わらず急に休む従業員の分も入るので勤務時間が長い。父もある程度は私たち親子の生活を助けてくれるので、元気は心置きなく勉強や部活動に打ち込んでいる。さらに親子で私の実家に行った際、元気がこのように言ったのだ。俺、将来おじいちゃんの会社を継ぐよ。だから今から勉強して国立大学を目指す。その言葉に父も本当に嬉しそうだ。そうか。じゃあじいちゃんもまだまだ長生きして、元気が社会人になるまで現役で頑張らないとな。どこまでも頑張り屋の元気。名前の通り元気な息子に育ってくれて私も誇りに思っている。親孝行な元気のためにも私もさらに頑張っていこう。そう思い今日も張り切ってパートに出かけるのであった。